どうも、どうも、さんチャンネルです。さあ、今回のニュースですね。来年からの共通テスト、スマホは一斉オフ、イヤホン使用禁止というですね、はい、ニュースになりました。まあ、カンニングのね、事件がありまして、それを受けて、こういうふうにルールを変えるというニュースですね、うん。独自とかって書いてあるけど、いろんなやつが取り上げてたけどな。今年1月の大学に学共通テストの問題流出事件を受け、大学入試センターは来年の 共通テスト不正防止策を大幅に見直し,しスマートフォン使用禁止の厳格化や監督体制の強化を図ると、はい、問題を流出させた女子受験生19歳がスマホにイヤホンをつなげ外部協力者から回答を聞き取っていたことから受験案内にイヤホンの禁止も新たに明記するとうんイヤホンをやってたって確か出てなかったね今までねスマホでその問題撮影して送ってたっていうのは出てたけどで 外部の,外,部のとか外にいるその受け負い <laughs> 受け負い人じゃない仲介人みたいな人がその人が問題を受け取って東大生にスカイプだったよねスカイプ通して答えを答えじゃない問題を送ってでその回答を受け取った受け負い人の人が答えを教えてたってことねイヤホンでここの部分出てなかったよね確かうんなるほどなるほどでイヤホンの禁止ってどうなるって とえっ、ー、と女子受験生は共通テスト初日の1月15日大阪府内の試験会場で問題をスマホで動画撮影しウェブ会議システムで外部にいた会社員の男と共有、うん、男は問題を大学生らに通話アプリスカイプで送り回答を返信させたとされると警視庁や入試センターの調べによると女子受験生は試験中スマホに有線でつないだイヤホンで回答を聞き取っていたという有線 えー、てっきりね i エアポッツみたいなあの無線のやつだと思ってたえー、あーまあま髪が長いと隠れるってことえー、どうやってやるの <noise> すごいなそんなことができたのえーえー、情報通信技術は近年飛躍的に進歩しスマホで高画質の画像や 動画を簡単に送れ、不正行為の発見は困難になっている。事情を知らず問題を解いた大学生が入試センターに通報しなければ不正が発覚しなかったことから対策強化に踏み切った。うんそうだね。で、ね、伝えてなかったら発覚しなかった。そしてこの人はどこかの大学に合格していた可能性だってあるわけですからね。恐ろしい。スマホへの対応では試験開始前に監督者の指示でスマホなどの電子機器を一斉に机に出させ、 電源を切っっててカバンにしままわせるる、まあ、がやってるやつですねはい出してくださいって言ってでもあれ出さない人だって全然さっても何も強制力ないからさそれやるのかな全員必ず出すようにとかってやるのかな英検はなんかぶら下げるよね面接の時とかさで韓国はもう提出させます入試の時って出させるんで韓国のトイックってあ,の、ね、あるんですよスマホ入れるやつがみんな行ってそこに入れるのこうやって。 なんで、そういうのをやるわけじゃないのかな。まあ日本だからやっぱり、はい、チェックしますってやるぐらいのことしかできないのかな。うん、共通テストでスマホなど電子機器の使用は禁止されているが、電源を切るタイミングなどは各受験生に任せていた。イヤホンは受験生向けの受験案内で使用禁止を新たに明記する。この使用禁止っていうのはどういうことふっ使ってたの今までだってそもそも。今まで何試験中してて OK だったのえどういうことそんなことだったのえし。 そんなんダメでしょ。一切、なんか試験会場内でダメになるってこと始まる前とかもなんか聞いてる人いっぱいいますよね、音楽。それらもダメになるってことなんかちょっとその辺がよくわからないですけど。うーん。日本もそういう風になるってことですよ。 はい、同じように。だからあそういえば一橋大学でもねカンニング発覚しましたね、えー。外国人入試の数学の問題。結局、それも機器を使って外部にこう問題流出させてっていうやつでしたね。答えを求めるやつでしたけど、あやっぱり、まあ、時代的にねそうなんでしょうね。簡単にできてしまうことになった。はい、来年からはそうなるそうです、はい。どうですか、皆様。どう思われますかご意見。 聞かせてください受験生はルールが増えて大変かもしれませんが <laughs> 頑張ってくださいはい、ということでしたはい、ご視聴ありがとうございました Thank you for watching